毎度おなじみルテンのチャンネル旅の道草斉谷です。 E233 系快速列車、普段中央線ではこの形式、おおむね高尾までの運用が 90% ですが、1日数本大月まで足を伸ばす運用があります。今回この列車に乗車できましたので、なかなか眺めることのない高尾大月区間の中央線全面展望をお楽しみください。よろしく頼むぞ。都会を抜けて高尾駅、ホーム左手に見えるのが巨大な天狗像、高尾駅のシンボルです。わお。高尾から先、普通この先は特急列車を使うことがほとんどと思われます。なので全面展望を見ることはほぼなし。またここを主に走る211系電車だと、ご覧のように全ての窓を遮光してしまいます。 E233 運用がまだ少ないため、今のところ貴重な景色を楽しむことができたわけです。高尾駅を出発したら結構な勾配の坂道、いきなりの難所です。中央線が開業した当時はもちろん蒸気機関車が動力源、これは坂道が大の苦手、電車だと軽々と登りますが、 SL だと相当難儀した路線であることを忍ばせます。景色からも坂道が延々と続いているのが見て取れます。これから山を越え信州へと進む道、中山道です。速度制限の看板から、上の普通列車は時速85キロ、特急は時速100キロの制限、渓谷、地形に沿って線路が敷設されているため、カーブが多いのでスピードが出にくいのが難点ですが、特急は別、車体傾斜装置のおかげで時速100キロを出すことができます。トンネル内で峠越えをしています。いくつものトンネルを越えて、中央線唯一神奈川県にある駅、相模湖に到着。ひたすらトンネルとちょっと地上の連続、だいたい5対1ぐらいでトンネルと地上が交差します。山が多くトンネルをぶち抜いて線路を敷設する、路線開拓には相当の苦労を強いられたと思います。藤野駅に到着。駅のホームが新しくなっていますが、これは中央線グリーン車導入を控え、ホームの拡張工事をしています。大月から都心まで直通する列車を運用する関係上、ここにもその影響が出てますね。
上野原に停車します。なんかこの辺の特徴はゼロ、あかん。塩津駅、全国的にも珍しい車高エレベーターが近くにある駅。丘の上に菰和塩津という住宅街が1987年から造成が始まり、1991年に分譲開始されました。山の上にあることから山梨のマチュピチュと言われています。バブル期、戸建て住宅を買うというニーズが高く、都心では高すぎて購入不可能なため、郊外に造成した町に住むことが当時のサラリーマンにとっての夢でした。ここの車高エレベーターがとても珍しいため、 YouTube でもちょいちょい取り上げられています。へえ。針の川と書いて読むのが柳川。一瞬九州かと錯覚しそうですが、山梨県です。1日の平均乗降客数も約200人程度のローカル感あふれる駅。1990年に中核派の犯行で駅が焼かれているようです。一体何あったんと思いますがね。詳しいことをご存知の方おられましたらコメントしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。堀沢駅、かつて貨物列車の待避線を備えた規模の大きな駅でしたが、遺構のみが残っています。ここを少し進むと新桂川橋梁があり、結構な高さのある鉄橋。中央線の写真撮影ポイントとしても名高い場所。そしてここから見える集落の眺めが抜群に良い橋です。猿橋駅です。ここには日本三大奇橋と言われ、羽橋という構造をした橋が近くにあることで名が知られています。へえ。両岸から羽木という支えを岩盤に打ち込み、少しずつ支え木を積み重ね、せり出して架橋する方法です。橋脚を川に刺すことがないため、洪水の被害を受けにくくなるメリットがあります。江戸時代から名勝地として名が高く、甲州街道の橋として観光客を集めていたようです。Thank you.
猿橋を出たら終点大月です。カーブ区間結構車体を傾けていますが、特急を早く走らせるために路線を改良し、あえて傾きを大きくして減速しなくてもいいような作りになっています。こういった傾きを客観的に見ることができるのも全面展望ならではの楽しみですね。大月駅は富士急行線との接続駅、川口湖方面の観光の分岐点、またリニア中央新幹線の試験場があり、体験搭乗もやっています。概要欄にサイトのリンクを貼っておきますので、ぜひとも一度ご覧ください。新宿大月の直通列車でしか体験することができない全面展望、山間の勾配を力強く走ります。特急はもちろんのこと、圧倒的多数で走る211系では絶対に見ることができないため、大変貴重な経験になりました。今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。